宝塚市の実家は全部倒壊してしまい、ふるさとがなくなりました。そのショックでオペラ歌手として歌っていた声が全く出なくなりました。自らを立て直し癒していく中で、その歩み18年がサウンドセラピーとなりました。今私を生かしてくださるのは神様です。そして私の周りで支えてくださったたくさんのお友達、心の友、道の友です。そんなことを振り返りながら今日はコンサートを進めたいと思います。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられていた。僕自分がこの怪我してね、気づいたことがある。頭で怪我する前から分かってた。命は有限だって。命には限りがあるんだ。でもその命はいつ終わっちゃうか分からない。本当には誰にも分からない。いつまさかが起きるか分からない。だから僕はこの怪我をしてから決めたことです。思ったことはすぐ行動しようって、動こうって。だから今日もここへ来る皆さんも本当に素敵。できない理由はいくらでも言える。やらない理由はいくらでも作れる。でも行くっつったら行く。決めたことをやろう。自分を癒す声は、その声を出していれば、そのバイブレーションは他の人も癒すって書いてました。姿勢と呼吸が整うと、おのずと心が整う。調心と言います。そしてこの丹田腹式呼吸を皆さんと一緒にやりながら、元気になって、そして自分の中の免疫力を高めたいと思います。胸に手を当てて、ゆっくりと呼吸をしましょう。自分のいただいたこの命に感謝をして、ありがとう。胸に当てた手のひらの暖かさ感じたら、柔らかく柔らかく溶けてゆく。悲しみが一人では生きられない、寂しくて切なく、胸の
命を